生セバリー、どうも、グッチです。そこ全員揃えないもん。じゃあ、ロゴだ。生セバリー、どうも、グッチです。なっちゃんです。マジです。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、もう2020年も2月になりましたけど。なりましたね。なりましたね。こちらの放送、ちょっと日本でバズったもんって、皆さん、何かご存知ですか。なんですかね、なんかモーニングルーティーンとかバズってるよね。ああ、そう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 、ナイトルーティーンとか。そういうのも映画チャンネルじゃない。確かに流行ってるもので、あのカップヌードルチャーハンっていうのをいろんな YouTuber の方が売れてるんですよ。でなんかそれがめちゃめちゃうまいと、うんうん、でインドにもあるじゃないですか、カップヌードル。ありますね。ありますね。ありますね。ここにあるんですけど、はい、これ日本で売ってるやつとは違うんですか。違う、ね、インド限定だよね。インド限定、限定で、今インドに2種類ベジとモンベジのがあるんですけど、これ食べたことあります。これはないね。あ、ない。これね、飛行機でよく食べるんですけど、めっちゃ辛いんですよ。そうですね。確かに飛行機の機内食でよく出てくる。そうそうそう、汗出るのよね。そうそう、カップヌードルチャーハンもめちゃめちゃうまいと。だったらこれ日清が出してるし、インドのカップヌードルで作ってもうまいんじゃないかと。いや、うまいでしょ、それは。なるほど。なので、まあ、今回それを作ってみて、実際に本当にうまいかっていうのを検証してみたいと思います。ということでね、では早速チャーハンの方作っていきたいと思います。チャロー。で、まず早速作っていきたいと思うんですけど、ちょっと材料の紹介ね。お材料、これだけです。全然ないね、こんだけでいいの。簡単です。はい、すごいね。で、メインとなるのはさっきあの冒頭でも紹介したこのカップヌードルで、今回はノンベジのチキン、スパイシーチキン。ん？スパイシーね、これ。チャンキーチキン。スパイシーチャンキーチキンだね。はい、と、このデリシャスマサラフレーバー。これがベジタリアンのカップヌードル。そうそうそう。ぱっと見ね、ノンベジっぽいけどね。なんかデリシャスついてるぐらいだから多分うまいと思う。まあこれでマサラ、美味しいマサラカップヌードルって書いてる。で、これと、まあ、あとご飯と油と卵、もうこの3つ、うん、で、あとカップヌードル砕く、このジップロック。で、カップヌードル砕くの。そうそうそう。で、砕くのにこれ、もうこれだけで、あの、作れちゃうので。シンプル。はい。でも早速ね、あの、移動してちょっと調理していきたいと思います。いきましょう。じゃあ、はい、では早速作っていきます。では、まずちょっとカップヌードル、あの、砕くところからいきたいですけど、まずカップヌードルを入れて、これ全部入れたいです。で、ね、ちなみに中身こうなってて、あのフォークがね、中に入ってるんですよ。これインド仕様だよね。そう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 。でね、匂いがね、なんかのカレーせんべいみたいな匂い。カレーせんべい？日本で食べないカレーせんべい。食べない。本当？なんかね、カレーせんべいの。どんな？あー、でもさ、日本のカレーヌードルと同じだよね。そうそうそう、匂いは結構似てる。で、これを一回出しますね。ほんで、これを粉々にしてしまいます。もうこんな感じでね。これをもう一回容器に戻します。いやこんな感じで、こんな感じで戻します。で、ここにお湯じゃなくてお水を、お水を入れる。で、どんな感じかっていうと、こう入れてって、で、なんか満パンに入れないで、こう麺が浸るぐらい、これぐらいまで入れるそうです。で、これでパンとかと。で、あとは普通に卵をね、卵。お、うぅ俺たちのやつやば。気持ち悪い。で、まあ、ただただ盛り上がることしかできない。普通にあとは適当にこんなもんで混ぜて、で、あとはもう普通にチャーハンを作っていただくので。なるほど。先に油ね、まあ、油はちょっと測りたいけどないので、まあ、大さじ2ぐらい普通のチャーハン。簡単でいいんだ。そう、すごいね。で、調味料とか一切入れないの。塩、胡椒とか醤油とか普通のチャーハン作るより入れないので。まずは卵。いいね。美味しそう。ご飯。ご飯も一回使う。ご飯も。すごいじゃん。ほぼ同時好き。で、どのタイミングで入れるんですか。まあ、ちょっと卵が固まってきたら。なるほど。インド感。入れちゃおうか。はい。ちょっと。来ました。チャーハン。さあ、こう、匂いがすごい。カレー、うん、カレーの匂い。あ、もう来たもん、こっちにも。あ、うまそうだね。あ、すげえいい匂いするんじゃん。うん、すごいすごい。てか、すごいね、なんか見た目マジでチャーハンになるんだね。そうそうそう。え、意外と麺もさ、具も一種みたいな。確かに確かに。そんなに違和感ない。出そうだね、確かに。出そう。確かに。これで寄せましょう。はい。お玉。なるほどね。お、そういうね、そういうところの細かい気遣いやっぱグッチェフさんありますよね。そもう俺ら普通に皿に盛っちゃうもんな。予想だけ予想。そう。スイカ。そう。いきますよ。
か。ダン、うまそうじゃない。うまそう、え、まあ、結構うまそうなんだけど。うまそうじゃないですか。いいじゃん、なんかもう見た目完全にチャーハンだもん ね、なんかさ、ちょっとあのこの緑っぽいのとかもネギっぽくさ、確かに確かに見た目チャーハンですよ。はい、2個目の完成です。こっちベージュです。おい、というわけでじゃあ実食していきたいと思います。実食、はい、ということでできました、完成です。イエーイ。いやでも物の美味しそう、ものの5分ぐらいでできました。超お手軽レシピだったね。そうそうそう、そうで、一応2種類作って、こっちがモンベジの方ですね、はい、でチキンですね。そう、チキン、うん、で左側がベージュのチャーハン、見た目も意外と違う ねちょっとベージュの方が色濃いかな。確かに、うん、なんかこっちは味想像つくけどね、こっちがなんかね、確かにベジしか入ってないから、うん、っていうことでじゃあ早速食べてみましょうか。はい、じゃあ先どっちからいきますか。どっちがこっちで想像つきそうな方がいいか。そうだね、じゃあどうぞ、作った人から。じゃあいただきます。ちょっとパラッとしてないんだけど、ちょっとね、まあ、こんな感じで、うん、じゃあいただきます。はい、うん、どうですか、どうですか。うん、まあ、ぶっちゃけ言うと想像通りですけど、なるほど、なんだろう、卵が入ってるからすごいまろやかになってて、あー、なるほど、なんかね、これはこれとして美味しい。で、なんか麺入ってると意外と気になるんだよ。あー、なんか具の一種みたいな感じで食べやすいしね、でも美味しいかもね。なんかちょっとハマるかもしれない、これ。マジで、うん、なので、じゃあ、まあ、いただきます、ね、美味しいよね。じゃあ、ここで、なんちゃんの食レポが、じゃあ、いただきます。こんな感じです。うん、あ、美味しいね、これ美味しいよね、うん、なんか美味しい、美味しい。あ、けどそこまであのカレーが強くない。そう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 、思ったよりカレーが強くない。もっともっとカレーカレーしてるかなと思ったけど、そんなカレー強くないし、でご飯と結構普通のチャーハン。あ、そうそうそう、うん、なんか後からさ、ピリッとくるのがいいよね、うん、最初そんな辛くないかなと思うんだけど、後は辛さみたいな、ね、うまい、うまい。でね、ちょっとこの長えなチャーハンの中に入ってる具が意外にちゃんと効いてて、ああなるほどね、食感とかもあるからいい感じ。さあさあ、どうすか、うん、普通に美味しいよね、うん、美味しい。想像はつくけどうまい、うん、想像はつく、だから想像の味で来てくれるからありがとうございます。そうそうそう、なんかね、普通に日本のこれチャーハンですよって出されてもさ、ね、まあ、ちょっとピリッとしたなんかカレーチャーハンぐらいで、そうそうそう、売れるよねこれ。はい、ということでじゃあちょっと次、はい、ベジ問題のね、ベジ、ベジの方ってどうなんだろうね。でもね、匂いはそんなに変わらないんだよね、ベジのと。じゃあいただきます。どうすか、どうすか。あのね、美味しいけど、なんだろうな、こっちのがやっぱチキンとか入ってるから旨味はこっちの方がね、けどね、美味しい、これも。なるほど、ね、だから、ね、まずくないし、旨味がね、そうそうそう、なけどね、辛いかなと思ったけど、辛さもそんなに来ない。本当に卵の力すごいね。うん、やっぱご飯と、そうそう、卵が結構合う感じするね、このエビとか。あれ、うまいわ、これうまい、結論、うまい、うまい、なんで話題になってるのもわかる。うん、ベージいただきます、うん、どうすか。あー、コクがやっぱこっちの方がね。あー、なるほどね。けど、普通の、カレーチャーハンみたいな感じで、こっちの方が味はあっさりとしてる。そうだな、
あんまり深みがない、味の深みがないですね。美味しくはないってことかな。じゃあ、いや、美味しいけど、あのどっちがうまいって言われたらチキンの方が美味しいから、なんかもうちょっとなんかトッピングが欲しくなる。まあチャーハンそもそも肉入れるもんね、うん、そうね、やっぱ肉の旨味を出すのもあるけど、いやけどこれはこれで、ね、成立して、なんかインド料理で出てくるベジチャーハンにカレー味がついてるみたいな、うん、あインド料理ですって言われたら、うん、なるほどってなるよね、うん、これは、うん、やっぱ辛さもこっちの方が後味辛いね、やっぱ辛い、うん、ということで一応多数決取っておきますね、はい、まあ動画でも言ってたけど、どっちがうまかったか、ああ、なるほど、我々の結論、はい、じゃあ3、2、1はい、はい、まあ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 、それはね、これはやっぱうまいよ、うん、なんかこれ出されても全然わかんない、これカップヌードル作りましたって言ってもわからない、うん、はい、ってことでね、美味しかったですね、うん、で実はそうそう、あのこれ2種類しか買ってないんだけど、他にも100種類シーフードとかもあるらしいので、うん、でなんかもし皆さん試された方がいてコメント欄とかにこれ美味しいよっておすすめとかぜひぜひ、はい、書いてくれればと、で取材されてる、ね、方とかにもぜひこれ1回作ってみると本当に美味しいので、で作る際はこちらのノンベジをおすすめします。すぐできちゃうし、ね、そんな難しくないから、はい、ぜひやってみてください。はい、はい、ということでこの動画がいいねと思った方はチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。はい、では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ、チャロー、チャロー。動画を見ていただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ば、おチャンネルのご登録、いいねとお言葉、お SNS と、お SNS はと、なんや、ごめん、はい、ということでこの動画がいいねと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。コメント SNS のフォローどうぞ